こんにちは、ココモのもろこしです。動画をご覧いただきありがとうございます。今回、私がブログ上でですね、ダイエットのデータを入力しグラフにして、管理しているんですけども、それを見ていただいた方から、私もそんな風に、ちょっと表計算にしてグラフを作ったりして体重の変化を管理してみたいわというご意見をいただきまして、というかご質問ですね、どうやればそれできるんですかというご質問をいただきまして、実際にやり方を、簡単にというかシンプルに、案内してみたいと思います。ちなみにですね、今ブログこういう形で表現してます、ブログということで、ダイエットしてますよということを書いておりまして、はい、少しずっと送っていきますと、よいしょ、ちょっと行き過ぎましたかね。もうちょっと送っていきますと、はい、ここですね。はい、こういうグラフが出てきてます。グラフがね、出てきてます。それから、この下、そのグラフの元となるデータを、日々入力しております。はい、表計算でしたら、だいたいこう上から数字をずっと入れていくんですが、最近のデータを上の方、グラフの近くで知りたいので、例えば4月15から16、17とずっとこう、今に行くほど、最近に近づくほど上に数字が上がるようにしております。で、いっぱい数字並んでますけども、基本的にこのグラフに必要なのはおそらく朝の体重と、どうでしょうか、夜の体重か、運動した後の体重か、まあ、お昼とかそんなぐらいでしょうか。使われるのは多分それぐらいだと思います。まあ、多くて2つか3つか、あまり複雑になってもね、規則性って分かりにくいかなと思いますので。さあ、このグラフどうやって作ってるかということなんですけども、まず、はい、スプレッドシートというものです。スプレッドシート、実際入力したやつちょっと見ていただきましょうかね。Excel とか使われたことある方でしたら、ああ、それかっていうことだと思うんですけども、ネット上でこう表現するにはですね、パソコンに入ってるデータではできないんですね。別に対外的にこう見れるようにする必要はないにしてもですね、私がこれやってる一つの理由が、まあ、人様に見られながらですね、コミットメントしたものをこう一貫性を保つということをやってるということもあるんですが、出先で自分で確認したいっていうのがありまして、で、それでネット上の表計算を使っているということです。ネット上の、つまりクラウドの、表計算ということですね。Google のスプレッドシートです。まだ使われたことない方でしたら、Google か Yahoo か何でも結構ですので、Google スプレッドシートっていうふうに、探していただけると、表計算のサイトにたどり着きます。パスワード、ID パスワードで完全にクローズドで使えますので、Yahoo メールとか Gmail とかやってられる方はもうそれとほぼ同じです。あれはメール機能ですが、他に、表計算機能がついていると思っていただければ結構です。これグラフとかあらかじめ仕組まれているのではなくてですね、本当にメール機能の他に Excel とかのようなこういう表計算ができるようになっています。はい、よろしいでしょうか。さあ、それでは実際にやってみますが、さるほど、難しくありません。一番左に日付ぐらいですかね、日付を入れて、どうでしょうか、1月1日とかなんかそういうダミーでちょっとやってみましょうか。1月1日、はい、1月2日、はい、こんな感じですかね。あらかじめ日付入れとかれるんでしたら、数値の式を入れておくといいと思います。これスプレッドシートはですね、下から上にこうドラッグしちゃうとですね、日付が遡っていってしまいますので、直近のデータを上に持ってくることができないですね。ですから、もしもうちょっと自動でやりたいなっていう方でしたら、簡単ですよ。ここに、プラスってこう数値演算というかですね、プラスってやっていただいて、はい、この日を選んでいただいて、またプラスってやっていただいてですね、はい、で1足してもらってですね、1足していただくと、日付がプラスされます。1、2、3と上がりましたね。あとはその式をコピーすればいいですから、ここ、角っこのここですね、ここから上にずっと、ドラッグしていただけると、トン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 と日付が入ってくれます。はい、よろしいでしょうか。
で、ここがまず日付だと。日付。で、体重、朝がね、やはり測るタイミングとか安定していると思いますので、朝とかですね。なんかまあ運動される方でしたら運動した後とかってやってもらったらいいと思いますけども、今回シンプルに、どうしましょうか、夜とかってやっていきましょうか。夜で運動は有無ぐらいにしておきましょうか。運動、まあ、走る方でしたらね、ここに距離を書いてもらってもいいでしょうし、まあ、縄跳びとかそういう、ね、数を書いてもらってもいいと思いますし、はい、そんな感じですね。さあ、で、体重ですね。体重、ちょっとここ数値細かく入れていくとちょっとややこしいですね。例えば、そうしましょう。どうしましょうかね。元旦に食べ過ぎたということで70キロとかにしておきましょうか。年末年始食べ過ぎたということで70キロ。あ、これもキログラム設定されてしまってますね。ちょっと後ほど、この単位を変えるのもやってみます。ちょっと数字入っちゃいましたが。本当は入らないですね。もともとの設定でやると入らないです。ちょっとここ、ごめんなさい、想定外、数値消しますね。数値というか単位消しますね。はい、すいません、もう一回、少し戻って仕切り直しです。70キロ。日付はこんな風にね、スラッシュで勝手に入ってくれます。そんな変動しないですよね。次の日 69.9 ぐらいにしておきますか。はい、68ですかね、68変わらず、はい、67.8、それから 67.5、 はい、それから 65 とかそんな感じですか。はい、夜ですね。夜、結構食べた後になるんでしょうか。運動した後は減るかもしれないですね。72、それか2キロも太んないですかね。まあ、この日走ったことにしておきましょうかね。68、はい、67、はい、ごつ食べた、70、はい、まあ、そんな感じですね。68、67、65とか、まあ、日々入れていただくわけですね。はい、そんな感じです。で、このままでしたら数値がこうね、並んでないので、例えば小数点以下があるとかないとか、この辺ちょっと統一したいと思います。あと単位がついてないですね。数値に単位がつくと重みが出てきます。重みを出すにはですね、例えば、ここ選びまして、ここも選ぶんですが、ただ単にクリックすると右左となっちゃいますから、それぞれで設定してもいいですが、B でクリックした後、コントロールキーをしながらここを押していただくと、こんな風に2つ選べる。飛んででもこう選べますね。あ、これ選んじゃったっていう場合は、そのままもう一回クリックすると、クリックすると消えないか。あ、消えないですね。はい、もう一回ごめんなさい。B と C を選びます。ここをキログラムの単位に変えてみます。表示形式。数値、表示形式の詳細設定、カスタム数値形式ですね。通貨とか日付とかこんな風にもあらかじめフォーマットがいくつかありますけども、カスタムでいきましょう。はい、で、ここさっきちょっと練習で触ってたんで数字が変わってますが、通常これですね、サンプルってここに表示、今の状態でしたら、1,235っていう風な感じの表示になってますよということです。今回、今申し上げましたように、体重何点何キロぐらいにしておきたいですね。小数点1つ、100グラム単位は今体重計出ますね。ですので、単純にここに点入れていただいて、もう一つ0つけていただければいいでしょうね。1,234.5 とか6でなってますかね。こんな感じですね。はい、こんな感じで小数点以下1桁が出てくると。
で、ここにキログラムも続けてもらったら結構です。ただ私まあ完全な好みですが、この間にちょっとスペース入れさせていただきます。はい、これで適用を押していただくと、先ほどの体重のところに、キログラムが付けられて、小数点以下が統一されたと。これやっとくと、やっとかないとで結構違うんですね。やってない状態、ちょっと一個戻りましょうか。はい、この状態、やった状態、はい、この状態、個人的には私はこういう方が好きです。はい、でこの後はですね、ここ数値を、改めて足していっていただいても、例えば 65.5、はい、もうキログラムと勝手についてくれますので、設定される方は最初にされている方がよろしいでしょうね。65.5 とかそんな感じですかね。キログラムときっちり入ってくれます。あと少し整えるとすれば、この辺ですかね。はい、例えばセンタリングにしておくとか、はい、その他の書いてますからね。それからどうでしょうか、あの表のところとしてちょっと色をつけておくとか、太字にしておくとか、そんな感じですかね。さあ、ここまでできましたら、今度は表を挿入してみたいと思います。表を挿入します。表なんですけれども、あらかじめもこことここだって分かってますから、こことここの表だっていうふうに、さっきのようにコントロールをしながら2つを選んでしまってればいいですね。日付も入れれば日付も反映されるんですけれども、データがこれからどん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 多くなっていったときに、この日付が表示されるとちょっとこう、あの文字が多くなってうざったい場合がありますので、今回この朝と夜だけで、その体重の変化さえ見れればいいということで、この2つだけでやってみます。挿入からですね、この中にグラフがありますので、グラフを選んでください。はい、そうすると、グラフを設定する画面が出てくるんですが、はい、こんな感じですね。まず折れ線グラフとか、あとは、ヒストグラムとか、まあ、いろいろありますが、変化を見るには折れ線グラフがいいでしょうかね。はい、折れ線グラフ選びます。それから次にグラフの種類ですね。グラフの種類です。はい、こういうカクカクした折れ線グラフでもいいんですけども、おそらく体重っていうのはこう滑らかに変動していってると思いますので、この滑らかなグラフがいいんじゃないでしょうか。はい、さあ、グラフこんな風に出てきたんですが、ちょっとお気づきになられたことはありますでしょうかね。確か減っていってる数字あるのにですね、こっちから見ていくとだんだん増えていってますね。これは日付を下から上に足していったから、こういう表グラフになりました。そこら辺の意図まではこの、Google のスプレッドシートさんは分かってくれません。はい、というわけでカスタマイズというところでですね、グラフを逆なんですよということを、教えてあげます。グラフはデザインは、先ほど選んできた通りのグラフなんですが、まあ、タイトルぐらい入れておきましょうか。ダイエット大作戦、はい、ダイエット大作戦で、今言ってたそのグラフの向きを変える、順序を逆にする、ここをチェック入れていただくとですね、このようにね、順調に減っていってるようなグラフになるというわけです。さあ、全体的な流れっていうのはこのグラフだけで進むんですけれども、もう少し分かりやすくするにはこんなのをしとかれたらどうでしょうかっていうのを、2つほど、あと2つほどね、はい、まず線の太さですね。線の太さ、これ何でもいいんですけどもね、個人的に細い線でいっておきます。細いのでいっておきますね。それからポイントのサイズですね。ポイントのサイズ、これ今ポイントついてませんので、細い線にしておくと2とかっていうちっちゃなポイントでもね、目立ってくれます。まあ、何日かけて進んでるとかっていうのがこれで把握しやすくなると思います。その他さまざまなそのデータラベルとかですね、いろんなこう、設定があります。お好みに合わせてやってください。それから増えてくると、ちょっと、この面積が手狭になってくることもありますね。これもやっておきましょうか。最大化。グラフがドーンとね、大きくなります。
これぐらいでとりあえずは十分じゃないでしょうか。で、これを挿入、先ほどのスプレッドシート、つまり表計算に挿入をしました。はい、またね、このグラフをいろいろ変えたいとかっていう場合は、ここから、詳細設定というのを触って、高度な設定ですね、いろいろ変更、例えばこのグラフの色を変えたりとかですね、することが可能ですので、はい、これでグラフが完成ということになります。ちょっとはみ出してますんでね、全体の上でクリックしておいて、角っこのこのポッチで小さくしていくということが、はい、できます。で、位置もドラッグして動かすことができます。はい、これだけですね。これで、このグラフが出来上がりということです。ここ上スペース結構ね、邪魔だと思いますんで、まあ、こんなにいっぱい行を作る必要もなかったんですけども、よいしょ、これをここに持ってきて、まあ、大きさは自由にしてください。で、表計算とちょっとかぶっちゃいますから、はい、この状態で、あとはずっとこう広げておくと、はい、こういう状態になるわけですね。今日はもう4月ですけども、まあ、1月8日ダミーで入れた数字としましては、1月8日に、朝 65.565 ぐらいにこうなっていってるという感じでしょうかね。あと、数式を入れて、何キロ減ったとかっていうのも表示できるようにしてみてもいいかもしれないですね。さあ、ここまでだけでしたら、Excel と変わりません。Excel と変わらないというか、ただ、数値入力を作って、ダイエット大作戦というこのグラフを作ったにすぎません。で、Excel と違い、このクラウド機能のいいところというのが、ここに共有というのがあるということですね。共有。今は非公開になっています。共有を押すことでですね、何種類かあります。何種類かあります。編集者用ということで、ご自身で直される場合には編集者用にしておけばいいんですけれども、ただまあ出先で見るだけとか、私今やってますように、ホームページに貼り付けるとかっていう場合には閲覧だけでいいと思いますね。まあ、これは貼り付けじゃないんですけども、閲覧だけでいいと思います。はい、共有、コメントか閲覧者だけだとかですね。こういうことで、こう選んで、このリンクを共有したい人に、送ってあげれば、パソコンの電源を落としている時でも出先で、その方が、出先というか送られた方がその、グラフを見ることができます。家族や友人、ね、恋人の間で、こういう状態だということで人目にさらしながらですね、差し支えないで人目にさらしながら、自分をこう勇気づけるというかですね、そういうことをやっていただく方法としてはこれが使えると思います。はい、で、完了していただくとこのコピーを受け取った人が見れるということです。それからもう一つクラウドの機能としてブログに貼り付けるということができるんですけども、その場合は今度こっちです。ファイルというところで続きまして、ウェブに公開というのがありますね。この体重を、ね、公開するというのはちょっと抵抗感ある表現ですが、公開。さあ、リンク、さっきのが、この共有というところでリンクを取ってきたんですが、このさっきの共有はね、結構細かいことができるんですよ。そのアカウントを持った人を特定でだけ見れるようにするとかですね、いろんな方法があるんですけども、今回はまあそこは触れずにですね、リンクではなく今回ブログに埋め込むときにはこの埋め込みになります。で、ドキュメント全体なのかどうなのかというかっていうのがこう選べます。どこの部分か。シート1個だけとかですね。そういうのもできます。まあ、今回は、このスプレッドシートはこれぐらいしか載ってないので、まあ全体でもいいかなと。はい。で、公開をします。この選択を公開してもいいですか？はい。まあ、全てですね。ドキュメント全体。で、これだけでどこかに公開されているというわけではないです。これをマウス使ってでも結構ですし、このコントロール C でも結構ですけれども、コピーをします。はい。で、これでも閉じていただければ結構です。
で、この、ソースですね、ちょっとここに貼り付けてソースをご覧いただきます。ここに実際は貼り付けるんじゃなくてですね、皆さんが公開したい、ブログであるとかワードプレスであるとか何らかのホームページのところに、はい、あれコピーできてなかったかな、はい、こうですね、これを、このソースを貼り付けていただくことでネット上に公開できるということですね。これですね、はい、そうするとこれが表示されるということです。もう一度ブログに貼り付けた状態ではどうなっているかというのをちょっと見ていただきますと、はい、こういった感じになってます。ちょっとネットが遅いですか。はい、これブログですね。ワードプレス使ったブログなんですけども、ずっと送っていきますと、先ほど作りました。グラフが、はい、このように出てくるということなんですが、これはまあ先ほどのものではないですけどもね。はい、ということです。またぜひ、試してみてください。今日のこの流れで分かりにくかったところは、またもしよろしければメッセージいただくか、このサイトのコメントのところに書き込んでいただければ、その部分を分かりやすくして、動画改めてアップしたいと思いますので、また何かご希望ありましたらお気軽に、お問い合わせください。本日は動画ご覧いただきありがとうございました。またココモの、ブログサイトをよろしくお願いいたします。では失礼いたします。